2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。これは半間陽先生が発明したインジケーターですね。1年間の分析でしてみました。USDJPY は3個1年間にシグナルがあって平均ピップスが238ですね。コンフレクトまあこっちで見た方がいいかもね。わかりにくいね。これで死ぬのか。こう出てるんですか。丸が決算ですね。ライン数が35,040、こっからここまでが96、決算するまでのライン数が96ですね。正確でしょ。大体ね、
1万ロットで大体かどうして平均3億2600万ですね、利益が。Incoming mail.80% 15回取引数、これ1年間分ですね。これは負けてるんだ。これはちょっとしか、インカミメール。このようにね、半間先生の FX のインジケートは完璧ですね。だいたい利率をね、3分の1ぐらいでです。1回のシグナルで平均326ピップスですけどもね、1年間ね、このシグナルでいつもね、分析して投資すると、利益は、3分の1ぐらいですね。だから、例えばこういうシグナルで出たら、ね、いつも確率的にね、326.33 ね、あ、間違えた、かけるごとの15でしょ。これが1年間の利益なんで、48億9400万の稼ぎなんだけども、実際これ次再現性が3分の1ぐらいになるんで、割るごとの3、約16億3100万円ね、稼げます。この通貨だけでね。1万ロット投資で1万ロットですよね。FX は1万ロットまでできますから。だから大体この1日のこれ1日の幅ぐらいだよね、なんですね。96だから15分かける96ってやるとね、この通りシグナル通り決算させるだけで、これも買って売ってね、決算。あ、売ってね、決算。売って決算ね、これはね。これで大体、1万ロット通して、この通話ここは、16億円ですね、年間の稼ぎをね。
で、この実際の、だから、こう、他もありますね。これ、勝率 100% ですね、これね。全部勝ってるんです、これね。見てみましょうか。2年間で5回出てる。こういうのも結構いいね。全勝ですね、これね。次まで出たね。あ、出てね、こういうね。出てます。5回出てるわけです。で、この通貨の場合は、例えば、ウゴトの3ぐらいでしたね、いつかね。うん、これは7億9300万ですね。この通貨国の稼ぎ。実際この3分の1ぐらいの利益ですね、平均になりますから、3分の1ぐらいに落ちます。勝率が減りますしね。大幅に半分以下に落ちます。だから、この勝率がね、大幅に落ちますから、注意してください。だから、この利益の半分、3分の1になります。1年間前までの勝率なんですけどね、これね。分析ではそうなんだけど、3分の1は楽に落ちちゃいますから。これ勝率がどんぐらいになるか、 60% ぐらいになっちゃうと思うね。 100% でもこれね、上ね、勝ってますよ。2個目ですね。これでこれが上でしょ。で、こうですね。これ落ちて、これ。ね。勝率 100% の5個。1年間の成績ね。これ1日の幅。24時間ぐらいですね。24時間内で計算してます。どうですか？浜山先生の FX 師匠所。全部浜山先生の分析ですね。ここに勝率が出されてるんです、このね。このインジケーターね。この通り投資するだけですね。人間の頭で考えちゃ、危険です。すべて分析することですね。これ見てみましょうか、この通貨ね。これは3回だけですね。1年間に。ね。あ、出てね、ここね、こう出てる。シグナルが出ました。ただ、皆様方にはおじれないけども、私の方に、ね、投資金が回ってたらね、投資していただければ、こういうふうにして、ここで、これだけの利益を。ね。なあ、この3分の1としていくか、これ2億円ぐらいですね。1日で2億円稼ぐわけですね。1万ロットで1日で2億円、ね、平均インカミングこの3分の1ぐらいになりますからね。これ1年に3回しかないね。これは世界一のね、私が発明した FX 投資のインジケーターです。
は猫収納がこんなに飼ってますね。すごいでしょ。からここまで平均打開619の3分の1ですから約2億円ね、1日でこう稼ぐわけです。1日で2億円ね。ただこれ年に3回しかシグナル出てないんでね、あのね、特許とか発明というのは人間たちの場合は不正じゃないからね、ダメですよ。ちゃんと言うこと聞かないと。僕の上の生物に対してはもう全然歯が立たないから、人間たちね、八百長じゃなくても特許も入れさせないから。全部独占し、上の生物だからな、私の場合はね。これによく注意してね。人間たちの場合は協力し合わないと生きてくれませんし、人間全員がね、妨害したりとか反発できませんから、人間の場合はね。私の場合は人間の上の生物、本物の貴族ですからね。そこら辺ちょっと、同じには動けないです。で、こういうのですね。こういうのって上の生物、本物貴族の先生はね、こう無限に稼げます、うん。これ10個だった、5個だった、3個ですね。これ 80% でしょうですね。さっき見たかな。これ一番多いから、見やすいから見てみてね。見やすいね。これ見てますか？こうしてくれるのね。あったと。これは利益大きいんだよな。いくらなのかな？326。かける15ね。4890ピップス割るごとの実際は3ぐらい落ちる、3分の1に。が16億3000万ですね、年間ね。16億3000万の利益。このインジケーターで稼げるの年間、この通貨国は16億3000万ですよ。ね。勝率 80%、15個。326って出てますよ。このシグナル通りですね。これもそう。で、下、ここ、勝ってますよ。下、これですね。これは負けたわけですね。負けるときはこれやっぱ大きいです、これ。平均だから、平均で言えばね、勝ってる。これ大きいわ、この稼ぎはね。これ大きいですよ、もう。こんなだもんね、一日でね。こうですね。これは負けてるね。これはタイ。あ、これさっき見えたね。
全体で見ると3回ぐらい、15回のうち3回ぐらい負けてるんだね。これが大きい稼ぎだね。これこっちのですね、勝率10の方ですね、勝率10個出てる、取れた 80% ね、これの利益ね、これ買ってですね、これ見てみましょうか。 AUDUSD の年間の稼ぎ、分析ではこれだけでね、34億円ね、稼いでたわけですけども、実際はこの3分の1ね、約11億3600万ですね、年間で稼げる量。あのね、FX 代でね、1万ロットが限界ですか。ね、あの1回の投資1万ドルとか限界ですか。だからこの時はね1億円稼いでますけど、1日ね、年間でこれ10回しかないでしょ、投資ですかね。だからこの通貨国では11億3600万しか稼げないね。まあ、だけどこのシグナル通りに投資するだけだからね。こうやってね。何も考えることないんですよ。これは大きく負けたのね、これ。つらいね、これね。こういうことありますからね。これ大負け。これで2倍ぐらい買ったでしょ、今のと。これだけ。ね。こんなにね。今の時戻って上がったからって、計算しなかったらダメですよ。これでしょ？勝ち。すごいね。これ、こんな勝ったの見て、これね。このインジケーターのアルゴリズム、テクニカル、無数にテクニカル分析使ってます。表示ちゃんと勝率とかね、投資数出てるでしょ。非常に正確に出てます。で、これもこうね。これは負け。これは勝ち。ちょっとだろう。タイぐらいだな。FX の投資っていうのは難しく考えないんですね。こういうシーケンスのある、良いね、流れのある、分析でもって
稼ぎます。まあ、こんな感じありますね。で、これ見つかんないんですね、これがね。見つかってんのが、1,2,3,4,5,6,7,8個ですね。ちょっと、それですね、ちょっと分析データを紹介します。で、表示8ってね、これは表示されてますね。これもこう、数学別ではね、分析したんですよ。これも OK。インカミングメール。これはこうだな。あ、これ出てないやつなんだ。ちょっと待ってね。で、ここにね、こうデータ出てきて。で、今んとこね、LED、UST はね、こう、勝率1、こういうのが出てるんです。この中から選ぶんですけど、今ね、分析出てるのが、LED、USD で、これが投資数ね。これは平均ピープスなんですよ。で、これ勝率。で、これはいいかな。85.714% で、平均ピープスが411で、7回投資されてるのね。こんな風に、二次形態の設定値が、あります。この中にね、このファイルにインジケーターの設定値が入ってるんですね。で、こういうのね。なんですね。下に行くほど勝率。ただね、勝率 60% で25というのがありますね。ずいぶん投資する年間でね。これはすごい再現性があるんですね。で、これだと、205でしょ？かける25だから。こんなんですね。51億で、これを割る3だから。これ17億稼げるんですね。3分の1になるんですね。平均ピップがこれ80、ね、60ぐらいですか。ね。60ぐらいになるんですね。3分の1ぐらいですか、実際はね。この数と勝率が落ちても数の方がいいかというですね。ここになります。他もあるね。これはどうかな。ね、ちょっと上から言うと。これ数から言うと15回投資だから 80% ので狙うのがいいんじゃない？ね。大体ね、10個以上も取り組むのが安全なんですよね。再現性があるから。ね、勝率 80% 以上と結構強いですよね。これ、ユーロはユーロ。これでね、これ使ってですね、今、これとこれ。データね。もうちょっと勝率上げることもできるの。これもありますよ。例えば、80、ね。80の投資数多いからって、うち選んだんだね。こんな具合で、浜山先生は現状はね、無敵です。無敵、FX 投資は無敵ですね。全然、トータル的に負けないですよ。この平均値。だいたいまあ、この利益出ても、3分の1になっちゃいますから。ね。必ずね。平均で全部全体的にね。ね。で、他のでしょ？これとかな？
これもあるね。これはユーロ JPY ですね。このファイルにはね、このインジケーターの設定値を入れてるんです。あのストラジーテスターってあるでしょ。そういうので試験するんですよ。あのストラジーテスターってありますでしょ。この MT4 にね、そういうので分析するんですね。で、その分析したデータがね、ストラジーテスターで分析したデータがこういうのがあってて、勝率が 100%。だけど、1回とか2回、せいぜいよくても3回だから、あんまり当てにならないんだよ。再現性がないんですね。1個だとまあ全然当てにならない。大体負けちゃうよ。数が多くないとあれだ、これ。だから、ここに5人だったら5個ぐらいで見ないといけないというと、どこもないんだな。4個じゃ当てにならないし。これ3個で見んだろうな。これでどうしてもしょうがないときはこれ3個でもいいでしょうね。3個だと当てにならないんだ。だからあんまりやめてかけた方がいいかもしれない。これね、次の通貨はこうですね。これ選んでると思うね。コアランドでしょ、100% では3個、1年間でね、3個ってのはある。さ、これもある、これもある。ね。で、ピップスも多いの見るんだけど、3個だからあんまり当てにならないから5個だね。5個もあんまり当てにならないんだけどね、7個。これで見るのかな。だからこれで見ると勝率 71% でしょ。あのこれ3分の1なんだけど実際これ 20% 落ちちゃうから 51% になっちゃうんだ。だからちょっと危険信号なんですよ。あのこういうのがあって3分の1になおかつこのパーセント1の 20% 落ちると可能性があると それでこれこれ残るでしょ 60%で。低すぎると残んないと稼げないんですね。これなんか。これなんかね。これわかるんだけど、これ 66.67% しかないんだね。ひどいなぁ。これ 20% 落ちるから。46% で、これが3分の1。これは3分の1なんだけど、これが落ちるから、やばいんじゃない？稼げないけど。とも、これは、ね。ここは3分の1で計算するんですけど、ここは 20引くんです。勝率が 20% 落ちるから。これは選べないね。ここにあるけど、これ、出てんだけど勝率1じゃダメだからこれで見るのかな。これはね GBP USD ドータル、まあね、次これね、これの何か勝率 4% か、あ5があるね、うん、5ぐらいだったら 100% の5だとこれでなんかいいんじゃない。平均ピップスは478、3分の1だけど、これは稼げると思う。これ20倍引くでしょ。50倍以下になってないから、有効なんですよ。で、これ3分の1となるわけですね。インカミングメール。いやいやね、土曜日だけど、今日土曜日でしょ。動いてんですよ。僕の MT4 は土日も関係なく動くんですね。他の人動かないけど、私のあの土日も分析できるように動作するんです。これ、ね、
そういうのも全然ないね。で、こうですね。3個。今、この表示で出てるのは、この通貨だけですね。ということですね。こういう具合ね。だから、ちょっと勉強行きたくなったんで、どうもありがとうございます。このように分析して投資します。